はい、皆さんどうも K でございます。昨日怪獣みたいなバスを釣りまして、でこの私はですね花粉症が発症しました。鼻声かもしれないんですけど、ちょっとご了承くださいっていうことと、今日はね風が吹いてる、めちゃくちゃで晴れたり曇ったりを繰り返してる感じなので、ちょっと巻物、得意の巻物と底物を織り交ぜながら今日はねバランスよくやっていくわっていうことで、まあ今日もできれば1本、ちょっと今日はなんか厳しいような気がするけども見せれたらいいかなと思います。1本でいいからね、1本で。それではやっていきましょう、お楽しみに。はい、ちょっと風があるんでリトルマックスの重めのやつで、ちょっと晴れてるんでちょっとリアクションがいいかな、やっていきますわ。おおお、底物も織り交ぜながらやっていこうかな。でもねちょっと巻きたい感じの雰囲気ではある。これあんまりポーズ取らずにテンポよくちょっと上げて下げて、ちょっと花粉症やからね、もしかしたらってか多分かなり鼻声やと思うけど、すいませんね。風がすごい。はい、得意のねおたまじゃくしでやっていきます。あーやべえ、ブレーキがブレーキ忘れてた。引っかからないんですよおたまじゃくしは。最近ねスイミングジグよりもこっちの方が使い頻度高いわ。スイムベイトのおたまじゃくしチューンの方がすっごい使いやすい。これしかも舐めるようにボトムよりちょっと上をトレースしてこれるんですごいいいわ。はい、ちょっと昼休憩挟んでました。今ね2時ぐらいかな。爆風&今日は小雨やね、昨日と違って。でねちょっとシャローが濁ってるのでちょっとミノをゆっくり巻きしてみよう。雨降るとか聞いてすぎけどレインじゃないって今日。ちょっと堪忍してあかんって、これはこれはあかん。氷が降ってきましたね。これマジで雨とみぞれか。いい感じの天気だぜ、寒いぜやってくわ。これ自然の氷、これしかもねちょっと映すと失礼なこと映さないですけど、僕の右の方に釣りしてる人おる。すごい、スイミングジグに変えようかな、危険。なんかねさっきと打って変わって晴れた。今日ちょっと天気おかしいな、すごい天気やな今日。風なくなって晴れた、ちょっときついかもね。あーさっき絶好のタイミングやったんかな。ちょっと晴れたんでよくわからんけど、なんで晴れたんやろ、あんな爆風やったのに。ちょっとリトルマックスね、で今回はあとリフト&フォールでやっていきます。
トルマックスのただ巻きできたよ。また来た、また来た、やばい、これどうしよう、クラッチ切っちゃった、あーやばい、嘘でしょ、嘘でしょ、ほらお前な、いい加減にしろ、焦った、お前、おいおい、プレプレ、おい光もん好きやったね、あんた忘れてたわ、お前かよ、こいつやばいな、スーパープリ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 、これプリプリ、なんなのこれ、なんてことだ、にごいくん、これが K クオリティっすわ皆さん、あ、いいオチ。